弾打たせろや。弾でももうちょっと打ってもいいかもしれないですね。そうなんだよね、うん、実はそうなんだよね。うん、ちゃんとその中距離、あのね、その一回ソニックをガードして寄る過程を一回消せるのよ、波動打つと、うん、波動ソニック、ソニック、ソニックというモードを波動を相殺することによって早く近づけるようになるの、確かに、うん、ただうーん、それ遠距離ですか？中距離だね。ああ、そうですね。あと危ないよ、すごい危ない波動だけど、でもそう、多分使っていかなきゃね。使っていくと前捨てから台足の距離に行けんだよね。もうポイント高いな。何ポイント？変えるよ。端に追い詰めて、やっぱ端付近での V リバは俺結構いいのかなって思ってます。地方でやってもやっぱり、いや、あとね、俺ね、ガエルっていうかそのナックルベルの試合見てて思ったんだけど、あの立ち回りが有利だから、その二択の場面を脱出さえしちゃえばいいっていう考えのもとやってると結構しのげんだよね、種類が豊富で。最悪前投げ食らってもいいやって、中央はそうだし、ポイント多いじゃないですか。端もね、開き直って前ジャンとサマーと小技連打とか、あと最速投げとかいろいろあるから、うん、使い分けられるとね、そんなに端で前ジャンプムカつきますわ、あれ。そう、120食らってもいいやっていう感じだもんね。結局は位置の入れ替えがあるから、このゲームはなんか寄せる側がちょっと弱えなと思っちゃうんだよな。いやでも全然スパコ温存できなかったな。あ、結構、ね、打ちたくなっちゃう。分かっちゃいるけど打っちゃうって相当な意志が弱ですよ。貧弱、我々鉄の意志を持つ男として。もうなんだけどね、変えるね。いいね、飛びとこがうまい。V スキルやっぱ飛んじゃいけないんだろうな、見てから。あ、まずね、俺の調べた結果は V スキル左足で蹴れない場合は見てから飛んでも絶対ダメです。うん、左足で蹴れない場合は諦めて。あとね、我々にない選択肢としてやっぱ竜巻が絶対打つべきっていうか、危ないけど、はい、あの竜巻じゃないともう咎められないソニックが多すぎて。でもそれって攻略じゃねえよな、人対人になっちゃってるもんな。大達の2発目を当てる感じですか？そう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 。うん、それね、孫さんも言ってたんですよ。何？竜巻もっと竜巻をやんなきゃ。うん、だからその対戦ゲームとして見ればそうなんだけど、なんつうか攻略じゃないよね、うん、まだそこに行くのはちょっと早いかな。そうそうなんだよね。ま、最終的にはやるんだけどさ。可能な限りちょっと地道にやって、そう、ね、端場で持っていくぐらいは現状やってみたいですよ。あ、いいね、いい入れ替えだね。ヤンボさん、あ、タイプうまいね。タイプ違うね。そうなんですよ。あのね、防御手段がね、ジャングルあったりとかね。もうジャングラーいらねえだろう。なあ、いりますか、ジャングラー。おお、来た。でもいくつかのやめよう。 EX 封印しましょう。そう、封印しよう。使ったら打ったら失敗。結構痛えぞ。結構痛えぞ。でも俺打っちゃいそうだな。子供の時であの威力だからね。もう成人男性の失敗だったらかなり痛いぞ。スイマー前も噛み上げてた。
コツとかもあるし、多分分かっちゃってるしな。いいな、そう、その打ち方は多分いいんだよね。どっかでさ、この今回はこのプラン捨てなきゃダメだなっていう見極めが必要だよね。トリガースパコンはないなとかさ。お、なんだこれ、ね、あ、船出んの研究員。スパコンまで行くぞ。よっしゃー、これこれ、ただスパコン台足ガードさせたら勝ちだよ。台足ガードさせたら勝ちだよ。なんでやねん。そりゃ握手、そりゃ握手じゃねー。これ失敗ですよ、これ失敗だね。いや、デコピンだね、これは。いや、今のはひどかった。さすがにミスです。それは会場にもなりますか。結構ゲージ見れないんだよな、それこのゲーム。いやお、あジャングルできない、なんで心理的に通る飛び、あこれできない、ね、やべ、もっとヤンボーさん、ヤンボーさんだよね、ヤンボーさん、ヤンボーさんの癖見ときゃよかったわ。ハタボーさんの癖は分かったんだけどな、前中継のやつ立ち中継が多いって。あクズが。ヤンボさんはタウラスコンビネーション多めですか。いや、最後の試合、1個前の試合、相手ゲージなかったから大射圧動でスパコンで終わったんですよ。あ、そっか。そうだから、ね、それ言ってたの、俺言ってたのに、うん、その EX 打っちゃったのよ。 あなた、そっか、うん、ちょっと見直すわ。OK! あれはやっちゃったね。憔悴してるんだけど。しかもなんかその前、はい、そう、その前がね、あれだったよね。自分のミスでちょっと混ぜられちゃった。声のトーン。でもそういうところはちょっとしょんぼいです。あの勝利点来たから、ほら。ね。まだまだ、まだあと1試合あるからね。よし、これちょっとやっぱ前のめりになった方がいいな、この組み合わせ。ああ、絶対そうだね。それは絶対そうだと思います。7000人ぐらい見てる。7000人以上見て、7000人以上に見られたよ、あのプレー。マジか。恥ずかしいっすね。マジか。うわ。心眼もな、これやっぱみんないいとこあるよな、みんないいとこあるから、あなんかね、足したい。いや、時戸のいいとこね、すっごいいいんだよね。すごいんだよ。あの瞬間俺勝ったと思ったのかな、思っちゃったんだな、ダメだな。押してる。ダメ。ああいいガード。いいガード。いいガード。うわ、これいい加減にしなさい。玉抜け、こっちによこせ。いつから不利になった。さっきまですげえ押してたじゃねえか。うお。そっかそっか。削られて終わり、これ削られて終わり。ニーバズで寄られて終わりです。あ、使ってこないで。合体してるよ。ケチウムか、ケチウムとか一体してるよ、ケチってもね、いや、せめてスパコンで削り使わしたかったな、今粘って、なんかダリーなって思わしたかった、ね、あ、俺も多分この色使うな、ワイル使ってたら。よし、来たー、来た来た来た、はい、大ダメージ、もう怖くて打てないね。引いてる引いてる、うんうん、誰だよ、ガエルにターゲットつけたやつ、出てこいよ。頑張って。いや、分かってる。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。いい投げだよ、いい投げ。積極。いいな、いいな。取り入れましたね、大ゴス。いいですね、いいですね。さすがです。取りは使わない。あ、そっかそっかそっか。いい、いい飛び。ね、ガエルがね、立ってると竜飛びたくなっちゃうんですよ。いや、分かるよ。ね。うん、そうそう。実際いい体育ないんだよ、中間前。その距離で飛ぶのはなんか甘えって言われるかもしれないけど、なんかやっぱ対策な気がしちゃうな。あ、そういうの見せることでね。うん、やっぱね。ああ、位置か、あれ大地か。いや、あそこスーパー使えばよかったんですよ。まだね、スーパーねないんだよ、時々の中に。使っ
使っていいよ、著作権ないから使っていいよ。じゃん、硬いんだよな。そうそう、位置入れ替えられちゃうからね、これハグピヨーン、ガキャしかないかな。ピヨーン、いや、きついな。どこどこで、ピヨーン、所長コーパーな、甘いな。あ、フリーバーでよかったかもしれない。なんで振ってんの。この人1理解全然つかんねえな。いや、なんかダッシュダッシュのあのね、止めがやばい。真面目系、誠実系、誠実系だし、うん、あのチャット空振っていいとか空振ってどんどん、うん、あの安全にダッシュをさせないようにしてる。ああ、ショーパンとか打って、そうそうそう。でもあれ大根だと結構ね、とがめれるんだけどね。これは困りましたね。いや、あの主任が困ってる姿が一番困る。これは困ったな。これはうまいな。そうそう、これちょっと困ってますね。あかんよこれ。そう、ソバットな。ガイル削除して、うん、ここやろ。しかも会話切り本気にされるとやだな。本気にされるとガイル大好きだから。うまい、いい味で、ほんといい味で、うん。もうあのさ、なんかその分かるよ、何種類あんの。そう、分かる、あのそばそばの意味な感じで、そう、立ち台キック、うん、あ、もうかぶせちゃおうぜ、なんかエルはミカとか使おうぜ。あー、ターゲット、うまい、悔しいけどうまい。考えるとね、その充実してるチームがね、種類が多い。七色、七色はちゃんと分かってるんで。うわー、来た、あんなの俺使ったことない。あのね、ほんと空振っていいの知ってる、知ってる、知ってる。でしかも守りがね、あの七色のコパンとね、うん、あー、そうだ、種類豊富だよね。そう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 、誰がガイルがこんなに戦えるキャラだと思いましたか、出たときたとき。あの連携もね、何もできない、うん、そう、ニーバズーカもですね、だね、減りすぎだろ、あれね、ビフりすぎてね、減りすぎ、減りすぎ、そうそう、何もできないの、あれうまい、投げさせてよ。そうなんですよ。バーンストレートも使ってる。 あ、これはどうなんだろう、どうするべき、あ、飛び、あ、まあまあ、ガードだよね、あれが勉強なる、勉強なる、うん、すごい勉強なる。あー、いいとこなかった。ちょっとな、違うな、これ端詰めても全然大して有利じゃなくね。です、なあ、です、っていうのを踏まえて最高、任せて、ちょっとお願いします。何年格ゲーやってんだ、こっちは神だぞ。お前らが生まれる前からやってんだ、こっちは。生まれてます、生まれてます。お前らが生まれる前から竜外通やってんじゃん、こっちは。これ崩せないな。結局やっぱり特になんかソニックを侵害してるだけでなんかちょっとおとなしくした方がいいかもね。ダイゴスから勝利打ちますよ、うん、どうしてもやっぱり、あ、なんかもしれない。そろそろダイゴスから勝利来ますからね。やっぱ確定ガキした方がいい、絶対恥は。しかない。あー、なんか潮流系すげえ打ちたい気分だな、さっきからな。ウィが多分ピント絶対起き上がりとかに。でやっぱり EX 上がないとダッシュ取んない。落ちるとこまで落ちた。あのローキックチューパンまで仕込んどくの、あ、うまい、あれは、前出し、あれちょっと俺入れたい、あれリターン取れるのはいいな。ダウン奪っちゃえばもうね、いいじゃないですか。そう、そう、ノーダメでもいいよ、ダウン奪えば。頑張って、頑張って。そう、結構置いてんの、しゃがみ中ね。あれがね、ローリスクないんだよね、多分。そう、よっ、端、これです、ここです。ここね、どうすんのよ。多分狙ってる。ガーキャンされたら結構離れちゃうから。多分ガーキャンももう要求してんだね。まあゲイツ使うの、ゲイツ使うの。なるほどな。いや、すごい、あのマイケルパンはすごい、なるほどっていう。ゴスパンはガーキャンは食らっちゃうけど、ガーキャン使わせるっていう、うん、なるほど、プラスっていうね。
さあゲージ溜まるよ、ゲージ溜まった。チビさんに国は書くの、ただね、チビかどうか 見分けられないですよね。でも終わったよ。EX マンのか。あ、EX は無理だ。番組を冒頭で言わなきゃよかったえ、これみんな打ってくんない。 EX 無理っすよね。無理っすよ、無理。あ、でも反応早ければいける。でも体力がなかったから死んじゃう。あ、やばい。おい、来た来た、出張波動来た。これ強いよ。いいっすね。チューパー、はい、これこれ。これは、うん。うぃ、気持ちいい。もうね、自分でビーストを作り出してますね。活性化してますね、体の全体が。おいい、あ、クルダ来た、クルダ来た。クルダ使っちゃったから。クルダインストールしました。クルダ良かったっすね。よし、ちょっと強くなった。あれは有効だわ、マジで。使ってやってくるだ、どんどん。あの垂直うまいね。そうな、やっぱ違う、やっぱ違うんだよ。いい、これだ。おいしい、おいしい、これはおいしい、おいしい。いい狙いな、すっごい狙い。使う技がね、この人多いんだよね、中間距離で。的が絞れねえ。さあ、ここでひたむきに千代さんやるのがね、社長、社長のいいところで。おい、さあ、来たよ。投げ、で、これピオリまでいけるか。勝負しましたよ。簡単なコンボで失礼します。ここは簡単なので失礼します。万が一があるんで。万が一、万が一あるんで。結構あります。ここは簡単コンボ失礼します。とは言ってもやっぱり橋ですよ。そうは言ってもやっぱり、そうそう、そうは言ってもやっぱり橋で、皆さんにちょっとこれ、やっぱこれ覚えてもらいたいですね。なるほど。ダイゴスはもちろん要求するね。あの、お気に当たるし、ちょっとガーキャンしてみるみたいな。ガーキャン、そう、ガーキャンに弱いんだけど、でもトリガーが強いキャラだから、そうそう、それを阻止できるから、ガーキャン打たしていいかなっていう。これさあ、しかも入れ替わらない、そうか、2発目だと入れ替わらないんだ。あ、生き残ってる。お、これですよ。悪くない。いや、すごい、すごい、すごい。あのね、この体力リードはかなり美味しいですよね。あ、危ない。黒田、黒田病が出るとか危ない、危ない。いや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 、これ病じゃないから。すごい健全なあの生き物だから。これ、嵐です、はっきり言って。この嵐プレイ見るのあれだわ。梅さんの。いつやだ、エボのミッセさん以来だわ。よっしゃー、勝てば勘ぐん。何でもしますよ。ただ俺、これってやっぱり、ね、ビビらせないとダメだ。そう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 。このモード、ここをいかに早く切り抜け、置いてるわ、うん、この置きですよ。このガルの特徴の置きですよ。早い早い早い。このモードをね、ほん、これお、なるほど。打ちすぎダメですよ。あれ見せるとやっぱでも寄りやすくなるんだろうな。いいよ、黒田、もう一回黒田いけます。きた、きた、はい、違う、これガキはしねえんだな。やっぱあれだね、もう徹底してるな、パワーガキです。あー、反撃痛い、うまい。打っちゃう、打っちゃう、打っちゃう、全然打っちゃう、打っちゃう。お、耐えれば、おっ、おっ、やりましたー、やりました、アクを滅ぼしました。ようやく一勝来ました、一勝来ました、日本が勝ちました。そして最も重い一勝が来ましたね。はぁ、いや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 、いや、でもね、使いましたか、このわずかな時間に我々成長してますよ。選択肢が増えてます。竜巻当てればでかい、ね、やっぱね、3人寄れば文字の知恵って、これ本当ですよ。 V リバも聞いてましたから、聞いてましたね、あれがもう、むしろあれ完全に黒田にいそうだからね。